フランセスに使用された T 客車。写真はパリ北駅の元 T、エトワール・デュ・ノールを示す。トレン・フランセスはキューバ共和国のハバナ、サンティアーゴ・デ・クーバ間で運行されている最重要なインターシティサービスの列車名称である。当列車はキューバ鉄道が所有しており、元々は元ヨーロッパ国際特急エトワール・デュ・ノールサービスでヨーロッパのパリ・アムステルダム間に使用されていた。 フランス国鉄 PBA 客車によって運行されている。当列車は客車12両及び中国製ディーゼル機関車からなっている。2001年に SNCF より FFCC に寄贈され、客車の原産国にちなんで名付けられたトレンフランセスはキューバで最速となる長距離サービスである。当列車には最も近代的な客車があり、プリメーライスペシャル及び プリメーラに名付けられた二つのクラスに分かれている。寝台車、簡易寝台、または車運搬用ワゴンはない。トレン・フランセスは、ハバナ・サンティアーゴ線自体に移動しており、サンタクララ及びカマグエーの主な都市のみに、中間の停車駅がある。ルート中に横切る他の重要な都市には、マタンサスコロン、シエゴデ・アビラ・フロリダ及びラストゥーナスがある。カバグアムびカ国にて、 近隣の州都へ繋がるいくつかの分岐駅が交差している。ありがとうございます。